90は、ドイツの自動車メーカーアウディが1984年から1995年まで生産していた乗用車である。実質的には、アウディ80の上級グレードであり、主に4気筒エンジンを搭載していた80に対して、90では主に直列5気筒エンジンを搭載し、内外装の装備が充実していた。アウトウニオンでは、 ダイムラーベンツ参加のアウトニオン AG 時代のトップモデルとしてアウディスーパー90があった。ベンツの設計による 1822cc の4、気筒エンジンを積んだ90がアウディ60とその後登場するアウディ100の間に登場したが、あまり売れ行きが良くないため、製造、販売を1971年に中止し、アウディ60とアウディ100になってしまった。 1966年秋に登場したスーパー90はダイムラーベンツ参加のアウトウニオン AG 時代のトップモデル。買いモデルとして同じボディにチューンの異なる 1696cc エンジンを積んだ80、72PS、一回り小さい 1496cc ユニットを積んだ60があった。イタリアのデザイナー、 フィッソーレガスタイリングを手掛けたと言われる DKWF-102 のボディを角型ヘッドライトなどでアレンジし、ダイムラーベンツ設計のエンジンを搭載した2、4ドアのファミリーサルーンで FF による操縦性とドイツ的に重厚な仕上げを特徴としていた。右に40度傾けてフロントにオーバーハングされた直列4気筒オフユニットは通常とは逆に シリンダーヘッド仮面が平らで、ピストン長部がへこんでいる得意な燃焼室を持つ。混合儀が、スワール状に吸入されるため燃焼効率が良く、スーパー90では 1760cc から 90pS を発生した。サスペンションは、前が、ウィッシュボーン、トーションバーの独立、後ろが、トレーリングアームとトーションバーによるリジットで、フロントブレーキは、 インボードディスクを採用していた。B には、アウディ80としては1978年に、モデルチェンジした2代目に相当するモデルで、初代同様に、ジョルジェット・ジュージアーロのデザインであった。90は1984年に80が、マイナーチェンジされた際に、上級者のアウディ100に使われてきた。 直列5気筒 2300cc エンジンを搭載した、モデルが分離する形で登場した。四輪駆動の80クワトロも同時に90クワトロとなった。クーペは引き続き、アウディクーペ、アウディクワトロとして売られ、90シリーズには入らなかった。外観上はヘッドライトがフォグランプを組み込んだ大型のものとなっており、テールランプも大きく左右が一体になったものが、 採用され、クロームメッキのトリムも増やされていることで識別できる。この時期の米国では80同様、アウディ4000として販売され、90の名前は用いられなかった。1986年9月に三代目80と共に発表された。100のイメージを取り入れた空力的なスタイルに変身したが、80の上級版という位置づけは不変であった。 この台から米国でも80と共に90という世界共通の名称で呼ばれることになった。ラインナップは、この台から追加された直列4気筒 2000cc115 馬力の2.0、従来からの直列5気筒 2300cc136 馬力の 2.3E、気筒あたり4バルブを持つ2300。 CCDOHC20 バルブ177馬力の2 3 e 2 0トがあった。また、プロコンマイナス10と呼ばれる独自の安全システムが搭載された。B3 のビッグマイナーチェンジ版で新型の100と共通のセンターグリルが突き出したデザインが採用された。ヨーロッパ市場では90の名は用いられなくなり80に統一されたが、 米国では逆にシリーズ全体が90の名前で売られることとなった。また、ゴドワワゴンのアバントが追加された。ホイールベースの延長、燃料タンクと後輪サスペンションの改善、15インタイヤ装着のためのホイールアーチ大型化などが行われ、メルセデス・ベンツ C クラスや BMW3 シリーズに対抗すべく押し出しを強めた内外装となり、 市場でも B3 型より好評に迎えられた。米国向けもセダンは1995年式、ワゴンは1996年以降は、アウディエ4にバトンタッチされ、90の名は消滅した。ありがとうございます。